を両立する時間がはい、じゃあ、行きたいと思います。はい。浅井さん、はじめまして、毎回ライブ楽しみに見ています。えっ、ー、と、現在、3歳と6歳の子供がおり、保育園に預けながら、時短契約社員で、週5で、 9時から4時のジムの仕事をしていますアサギさんの本やライブを聞き自分が好きなことを得意なことで稼げるようになりたいと思いオンラインで講座を受けたり数人の無料イベントを Zoom でやってみたりというのを本当に細々とやり始めました素晴らしい素晴らしいですねうん。でもいかんせん会社に行っている以外の時間がほとんどなく家では疲れてしまってなかなか新しいことややってみたいということを行動に移せません仕事を少なくしたり辞めたらいいのかなとも思うものの一時的にでも収入が減ったりあとは働く時間が減ること 子供の保育園や学童に預けらられれなくななななくるんんじゃいいかかかといっ,たいった恐怖でなかなか現状を変えられません仕事の時間的規制がなくなる。下の子が小学校の3年生ぐらいまで現状位置で待つかとなると、あと6年ぐらいあり、長いと思います。明らかに疲れているし、仕事に時間を取られすぎているのは分かっているのですが、働く時間を短くすると収入が減るのが怖く、それを天日にかけて身動きが取れません。どう動いていけばいいのでしょうか。並行しして少しずつというのは話に にも聞きますし頭ではわかっているのですが今している仕事の時間がもったいないな違うことできそうなのにと思ったりそんな仕事でも疲れると終わると疲れてさあ何か見つけるぞという気になれませんということではいいただいておりますご,ご質問をすごいねうん、大変大変っていうかまあ ほんとね、大変ですよね。女は。<laughs> まあ男の人もね、大変だと思いますけど、いやいや、もう本当にね、もう今のね、会社員やりながら、あの二人の子育てをしながら、さらにこう、企業準備にもね、あの、置いた、い立てられるっていうかね、あの、やるっていうのはもうめちゃめちゃ大変だと思うんで、もうまずは、あの、少しでもや、やり始められてることが本当に素晴らしいと思うんで、もう素晴らしい素晴らしいっていうことでね。で、その上で、まあちょっとどうするっていうことなんですけど、うん。 そうだな。まあ私からのアドバイスとしては、会社員は最強の不労所得っていう、あのちょっと言葉をね、あの、N さんには、あの、プレゼントしたいと思うんですけれども、まあ私がね、講座生とかにアドバイスしてるのは、まあ、週5でね、9時から16時まで、まあ事務の仕事をね、しているっていうことが書いてあるんですけど、なんかぶっちゃけ会社員として、 会社員って、あの仕事を、あのやってもやんなくても給料あんま変わんないんですよ。特に事務員って、あの、要はめちゃめちゃタイピングっていうか書類制作とかめっちゃ早い人と遅い人で給料ほとんど一緒じゃないですか。うん。だから、で、あの会社って何て言うのかな、例えば書類作りが遅いから給料下げるとかそういうことって基本的にできないんですよね。うん。あの、あんまりにも遅刻が多いとか、なんか無断欠勤が続くとか、なんかトラブルを起こしたとか、そういうなんかかなり正当性のある 理由じゃないと、従業員の給料を、あの、同意なしに下げたりとか、あ、嘘。クラワーアース、おん、音声、と、途切れた?。え、途切れてないよね。なんか、誰か、モデレーター、誰か、ちょっと声出してください。どう、途切れてないよね。あれ、途切れたんかな、私、やっぱり。あ、大丈夫、あ、よかった、よかった。はい。うん、うん、うん、あ、よかった、よかった。はい。うん、というわけ、どこまで行ったっけ。あ、だから。<laughs> えっと、もう、忘れた。<laughs> えっと、仕事、仕事と育児の地球。あ、つけてないね。うんうんうん。えっと、なんだっけどこまで行ったっけ私。あ、そうそうそう。だから、事務員って、あ、そう、だからね、よっぽどのことない限り、あの、給料をね、不当に、さ不当っていうか、下げたりとかできないから、もう会社員、 で、仕事ができるようになる必要ってまじないんですよ。本当に。あのね、会社員の仕事をね、頑張んなきゃいけない人っていうのは、その会社で出世したい。例えば、会社員時代の私みたいな、社長になりたいっていう人だったら、頑張ったらいいと思うけど、それ以外の、なんか給料もらうためだけぐらいの意味で、あ,あの、ノリで、あの、会社行ってる人はマジね、頑張るだけ無駄。 って思ってるので、私は、うん。なんかね、あの、適当に働いたらいいんじゃないかなと思いますけどね。あの、9時から16時まで拘束される。だから、まずは、あの、私は行動制度からアドバイスするのは、まず、有給をマックスまで取ることなんですよね。だから、1年に20日ぐらいもらえるはずだから、まあ、月に2回ぐらいとか、まあ、ガンガン使って、もう、有給なくなったら、なんなら欠勤っていう制度もあるから、別に、給料ちょっと下げられるだけでね。うん、うん、そういうので、あの、ガンガン休んで行きたい。 少な,ない日は行かないみたいな感じにしてで、会社員としての仕事も別になかやりたくない。仕事をやらないで、ちょっとこう苦手なんでできません。とか。もうめちゃめちゃダラ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 。1つのことに超時間かけてやってで、あのちょっとその何ていうの余裕を持ってですよ。うんで、あの例えばね。企業準備とか、私は会社のあの営業時間内にすべきっていう。持論があって、<laughs> もう本当に倫理観なくて嫌になるわ。これ大丈夫？<laughs> 例えば、あの、うちのね、講座のワークとか、あとなんかブログを書くとかさ、そういうのはね、会社のワードとかね、メールソフトでやればいいんですよね。だってそしたらさ、絶対仕事してるあ、あとね、あの、スプレッドシート。エクセルのスプレッドシートで、あの、講座のワークとかやるとめちゃめちゃはかどるんで。 <laughs> そう、それで、あの、資金時間中に、あの、エクセルとかで、あの、めちゃめちゃ自分と向き合う、こう、ワークとかやったりとか、ブログの文章書いたりとか、そういうことしたらさ、会社からの不労所得もらいながら、企業準備できるじゃないですか。めっちゃ美味しい、みたいな。<laughs> それが一番だと思うんだよね。<laughs> 会社員で仕事を頑張る必要ない。衝撃すぎる、確かにすぎる。嬉しい。<laughs> そう、うん。 有給使いまくって欠勤しまくってね。そう、メールでブログ書く。うん、そう。<laughs> 存在給だよね。うん。だからもう本当にね、あの、会社で出世したいんだったら、仕事頑張ってもいいけど、そうじゃないんだったらなんか <laughs>、やめ、なんかなんていうの適当に、別にやめることはないけど、だっているだけで、なんか不労所得っていうか十何万もらえるじゃないですか。めちゃめちゃ美味しいじゃないですか。うん。だからね、それでやってったらいいんじゃないかなと思います。だからなんか、 お家に帰ったからだともうその時間がないから、なるべくそのね、あの勤務時間中を有効活用してっていうことですよね。うん、そうそうそう。うん。ね別に欠勤したからってね、なんだっていうのっていう、ほんとそうだよ、本んだって私、あれですよ、私なんて、あの、会社になって最初の会社で、なんかい1年間で50何日間とか遅刻して、社長に室に呼ばれて、あの、ちょっと、 君もうちょっとどうにかなんないって言って、申し訳ございません。以後気をつけますって言って、またその次の日に遅刻するみたいな <laughs>。で、もうだからね、なんか、どの会社でも絶対欠勤使い、欠勤というか、有給使いまくってからの欠勤になってたし、うん。つうか、なんなら、あの、浅ぎなんか人事総務の人とかが、もうすごい申し訳なそうに、浅ぎさん、なんか、あ 明日のなんか有給申請なんですけど、実はさぎさんも有給使い切っちゃってて、みたいな。で、私も有給自分が使い切ってることなんてもちろん分かってんだけど、うっかり通ったらいいなと思って有給で出してるわけよ。え、そうだったんですかみたいな。なんか気づかなかったみたいなふりをして、で、あの、なんでこれ出すと欠勤になっちゃうんですけど、とか言われたら、あ、そうですか分かりましたみたいな。<laughs> じゃあ、欠勤でお願いしますみたいな。でね、言ってたし、なんなら、え、ちなみになんですけど、来年度の有給って前借りできたりしないですかみたいな。ちょっと確認お願いしますみたいな。で、そしたら私、人事部メとか、あの、社長に確認してで、でき、なんかできないって言われちゃいましたみたいな。そっか、残念です。まあ、じゃあ欠勤でいいっすよ、みたいな。<laughs> めちゃめちゃ上から、みたいな。そう。<laughs> そう。うん。いや、ジョ 共有 PC で後ろから上司が見てるからやれないって言うけど、そうなのなんか、常にその、あなたのパソコンなんて見てないと思うよ。私、会社の時その自分の背中で隠れるのはどこかとかいうの他の人に座れたりさ、座らさせたりとかして、ちょっとチェックして、そこの小さい小窓でやるとかね。そういうことしてたよ、本当に。うん。<laughs> そう。もはや上から行くスタイルね。うん。<laughs> はい。っていうような感じですかね。はい。じゃあ次の質問行きたいと思います。はい。